えっと、コミュニティリンクの吉永といいます。えっと、私たちがやっているのが、スタートアップによる地域課題解決モデルの地域展開実証事業ということで、えっと、地域の課題とか行政の課題をですね、スタートアップと一緒に、いわゆるオープンイノベーション的なアプローチというかですね、で、課題を解決していく、マッチングと伴奏の事業を各地で展開をしていくということをやっています。 もと元々、神戸を拠点に活動していまして、神戸市と一緒にですね、アバイノベーション神戸っていう取り組みを、行政の課題を解決するという取り組みをやってきました。で、やっている中身としては、課題の、行政の方から課題を挙げていただいて、それを民間企業さんに呼びかけて解決できる企業を集めてきてですね、マッチングをして、 そこから実証事業ということで、まあ、4ヶ月から半年間をかけて、サービスの開発と実証を行って、効果が出ればそれを正式に導入するというような流れの事業をやっております。で、そのアバイノベーションを他地域に展開していくということで、神戸以外のエリアで展開をしていきたいということで申請をさせていただいておりまして、 えー、仙台市さんと宮市さんという、東北の西と、えー、中部で、えー、関東計算局の管轄にあたりますけど、静岡県の藤枝田市さん、で、えーと、中部でいうと春日井市さん、で、えー、近畿で豊岡市と、えー、連携をして、えー、今授業をやっているというところでございます。で、えっ、ー、と、単純に各地でやる、あの、実証授業をやるというだけではなくて、えー、その、 地域間での課題の共有だったり、ノウハウの共有、成功事例、失敗事例の共有というプラットフォームを作っていけたらと思っております。で、えー、っと、今、期待、まあ、えー、っとですね、現状の進捗状況というところで言うと、この5都市に関して、えー、っと、今行政さんの中の課題の抽出と、スタートアップの募集っていうところが、フェーズとしてやっているべき時期なんですけども、 と、ご、今都市中三都市は、ま、順調に、一応予定通り進んでいるという状況で、えっ、ー、と、残りの二都市に関して若干遅れているという状況です。えっ、ー、と、遅れてるのはま、まさに東北の二社なんですけど、西市なんですけど、仙台市と富江市さんというところが、えー、遅れているという状況です。で、えっ、ー、と、それ以外の藤枝、春日井豊岡に関してはすでに募集を開始していて、えー 藤枝に関してはもう今企業の選定を行っているという状況です。で、まあ、仙台と富谷が何で遅れているかっていうところなんですけども、ちょっともう行政サイトというか、まあ、自治体さんとのこう期待値のすり合わせとかですね、あとはその町内の課題の募集っていうところに手間取ってまして、まあ、なかなかその自治体さんが、あの、お忙しい方ばかりで、 動けないいとでそこからですね、まあ、上がってきた課題に関してもなかなかそのベンチャー企業さんがこうとかスタートアップが、えー、好みそうなテーマではないものっていうんですかねなかなかそのテーマ選定というところも難しいというところがあって、えーまあ、こちらからこうこう逆に切り口こういう課題ありませんかとかいろいろ投げ なかなかその辺が、まあ、うまく向こうが抱えているという課題と、えー、我々がこう掘り起こしたいと思っているような課題というのがなかなかマッチングしないというところが一つですで、えーまあ。とはいえ、まあ、あの時期も時期なので早くやらなきゃいけないというところで、えー、と目標はですね各都市 4, 4つずつの課題を、まあ、あの掘り起こしてあげるっていうところになってるんですが。 若干ですね、その数を少し減らして、募集する課題自体を3とか2に減らしてですね、公開をしていこうというところで、富谷は今3課題だけ募集をしようというところで進めております。で仙台も今2か3かで調整をしているところなんですけども、いずれもですね、今週から来週にはスタートできるように今、各市と調整をしていると。 いう状況で、ございますでえっ、ー、と、まあ、これ、企業の募集やったら終わりっていうわけじゃないので、その後マッチングをして実証して、実際に実証実験後にもちゃんと契約が取れたかどうか、まあ、企業さんの支援ということが一番なので、そのスタートアップ側がうまくその市の課題にフィットして、契約をしていけるかどうかというところを KPI としているので、そこに関しても、 しっかり、えー、この令和2年度中に、えー、契約が取れるというか、まあ、その予算執行なんで、まあ、来年度になるんですけど、えー、今年度中に、まあ、そこまでの成果がちゃんと出せるように、えー、コントロールしていきたいなと思っているところでございますで、まあ、それが1つどこかの都市でうまくモデルができたら、えー、他都市への展開っていうところだったりとか、えー、各まあ 市の独自の経済指標というか、産業振興の KPI というところも、もちろん達成していかないといけないので、そういったところも達成できるようにですね、企業誘致だったりとか、そういったところにつながるように、令和3年度以降ですね、事業を進めていければと思っております。